ミュンスターの反乱、ミュンスターの反乱、ミュンスターの反乱は16世紀の新生ローマ帝国の都市ミュンスターで発生した最先礼派の反乱。ミュンスター最先礼派は1532年から本格化したミュンスターの宗教改革運動から派生した宗教改革急進派の一派である。ミュンスターで宗教改革が本格化したのは 1532年1月のことであった。すでに1530年からミュンスター近郊にある聖モーリッツ教会ショートトン、モリッツでベルンハルト・ロートマン・バーナード・ロースマンによって行われた福音主義的説教にミュンスターから多くの男女が訪れていたが、1532年1月にロートマンがミュンスター市内に住すると、 ゲマインハイト、ジェマインハイト市民共同体やギルドが中心となって、組織的な宗教改革運動が始まった。1月には、ゲマインハイトが、4月には全民衆都市工業者が、都市住民の代表である長老とギルド長に、都市の政府である資産次会に対し福音主義を受け入れる、要,を要求するよう求めた。しかし、このようなゲマインハイトやギルドの要求を長老と、 ギルド長が受け入れるようになったのは、ようやく1532年7月のことであった。7月1日に長老によって、全ギルド院とギルド長が、ギルドの集会所に集められ、市内で、福音主義を促進するために、市民委員会が結成された。長老とギルド長は、その直後の7月11日から、連日、資産次会に、市民委員会の要求を伝えるなど、公正を強めた。 そのため、7月15日に、資産次会は、彼らの要求を受け入れ、長老、ギルド長、デマインハイトと、市内で、宗教改革を進めるための同盟を結成することに、同意した。8月10日には、市内のすべての教区教会で、福音派説教士が任命されるなど、市内で、宗教改革が実行された。市内で、宗教改革が実行されたことで、ミュンスターは、 彼らの上位権力であるミュンスター司教との対決を余儀なくされた。ミュンスター氏とミュンスター司教は8月から継続的に外交交渉を続けていたが、ミュンスター氏が一向に市内の宗教改革を復旧しないことに合を煮やした。司教は10月になると市民の牛の応酬や道路封鎖などの実力行使に踏み切った。その後、司教による市民財産没収や、 道路封鎖を止めさせる、要、資産次会は、司教との交渉を続けたが、うまくいかなかったため、12月に、ミュンスター市民は、ミュンスター司教が滞在していた、近郊市、テルクテテルグッドを襲撃した。軍事的敗北を喫したミュンスター司教は、妥協を余儀なくされ、ヘッセン砲白の仲介で、1533年2月14日に、ミュンスター市内での宗教改革を認める。 宗教協定が結ばれ、これによって、市内での宗教改革が公認された。この時期の事件史的経緯については、以下の文献を参照のこと。1533年2月の宗教協定で、ミュンスター市内における、福音主義が公認されると、3月3日の市、三次会員選挙で、福音派市民が、三次会員職を独占し、 ミュンスター市で福音主義体制が確立された。しかし、その直後の4月頃から、ミュンスター宗教改革の指導的説教師であり、神学的主柱であったロートマンとその仲間の説教師たちが幼児宣令批判を説教し始めたことから、市内の住民は再び宗教問題で分裂することになった。幼児宣令批判は神聖ローマ帝国で死をもって禁じられていた教えであり、 カトリックのみならず、プロテスタント諸公も敵に回さねばならない、政治的に極めて危険な教えであった。そのため、資産次会と、ニュースターの外交顧問となっていた、ヨハン・ファンデア・ウィーク、ヨハン・ファンデア・ウィークは、市内でのロートマンの活動を止めさせようと試みた。彼らは8月7日、8日に洗礼と生産をめぐる、ルター派とロートマン派の討論会を開き、 その後、説教師たちに洗礼と生産に関する説教禁止を命じた。彼らはさらに、9月には、市内の滞在を禁止したが、説教師たちを追放することはできなかった。しかし、11月3日から5日にかけて、資産次会率いるルター派、ロートマン派、カトリック派の三州派の住民が武装死退治するという、一触即発の状況に陥ったため、資産次会は、 ロートマン以外のロートマン派説教師を市外に追放し、市内でのロートマンの説教を禁止した。さらに、ヘッセン砲白によって派遣されてきたルター派説教師、テオドール・ファブリキウテイアド・ファブリチウスが、セ・ランベルティ教会ショとト,トン・ロンベティで説教を行い、ロートマンから進歩を引き戻した。彼によって起草された、教会規則は、資産次会、全ギルド会議、ゲマインハイトによって受容され、 市内でのルター派体制が確立されてきた。市内で、ロートマン派説教師が、説教などの私牧を行えなくなると、ロートマン派の住民は、一方では、個人の家で集会を開くなど、地下に潜って活動した。他方では、ルター派の礼拝式や説教を妨害するなど、実力行使によって、彼らの目的を果たそうとするようになった。彼らの活動を抑えようと、 12月15日に資産次会が公然と資産次会やルター派説教師を非難する説教を行ったカジ屋職人を全ギルド会議の同意なしに逮捕すると中派に関わらず全カジ屋ギルド員が資産次会に押し寄せ職人の解放を強要した。これにより資産次会の権威は市内で失墜しロートマン派の活動を抑えることが不可能になった。 この時期の事件史的経緯については、以下の文献を参照のこと。1534年に入り、ロートマンハー説教師がミュンスターに帰還すると、1月5日に、オランダから来た二人の最先霊派の使徒によって、市内で、成人先霊が実行され、最先霊派共同体が成立した。また、先霊開始から一週間後、オランダから来た最先霊派使徒ヤンファンライデン、ヤンファンライデンが、 ミュンスターに到着した。こうして、市内での宗派分裂が決定的になると、都市住民は相互不信に陥り、1月29日から30日、さらに2月10日から11日の2度にわたり、都市住民同士が武装退治し、一触即発の状況に陥った。市内での殺し合いとミュンスター主教による都市の選挙を避けるため、資産次会と長老。 キルド長は市内で信仰自由を認め、事実上市内で最先礼主義が公認されることとなった。これにより、ミュンスター市とミュンスター市教の全面戦争が避けられなくなったため、多くの住民が市外に逃亡した。ミュンスター市教が集めた軍勢がミュンスター市を包囲し、最先礼派側も防衛体制を整えたことで、両者の戦争が始まった。 この時期の受験史的経緯については、以下の文献を参照のこと。1534年2月23日の市、三次会員選挙で再選礼派が勝利したため、彼らは合法的に都市の統治権を得ることになった。また、2月後半に、オランダ再選礼派の指導者であるヤンマティス・ヤンマススが、ミュンスターにやってきた。そのため、ヤンマティス、ヤンファンライデンというオランダから来た二人の預言者と、 資産自会が共同でミュンスターを統治することになった。最先令派指導部は都市から不条なものを排除し、成人の共同体を作るため、2月27日に成人先令を受け入れるつもりのない住民を市から追放し、市に残った住民すべてに成人先令を強制すると布告し、そのためすでに市教との対決を恐れ多くの住民が市を出て行っていたが、 さらに多くの住民が自ら死を離れる、あるいは追放されることとなった。さらに、市内では財産共有制が導入され始めた。預言者や説教師は、貨幣、金、銀を視聴者に持ってくるように説教した。しかし、すべての貨幣、金、銀を持ってきたのは、住民の一部であり、すべてを持ってこなかった者、全く持ってこなかった者も,もいた。他方、 5月25日には、包囲軍による最初の大規模な襲撃が起こった。最先霊派たちがこの襲撃を撃退したが、この戦いで包囲軍、最先霊派双方に多くの犠牲者が出た。ヤンマティスは復活祭に週末が訪れると予言していたため、ミュンスターから各地に派遣された人たちは、神の罰を免れるために、 新しいエルサレムであるミュンスターに来るよう各地の先霊派たちに呼びかけた。この呼びかけに応じて数千人の再先霊派たちがミュンスターラント、オランダ、フリースラント、ブラバント、シタライン地方など北西ヨーロッパ一帯からミュンスターにやってきた。しかし、復活祭の4月6日にマティスはわずかな手勢を連れて市外に飛び出したため、 王位軍の傭兵たちによって殺害されたこのように、マティスの予言は失敗に終わり、ミュンスター再戦で派は彼らの指導者を失った。この時期の事件史的経緯については、以下の文献を参照のこと。指導的予言者だったマティスが殺害されたため、もう一人の予言者である、ヤンファンライデンが指導者になり、統治体制の整備が行われた。彼は、マティスの死は、 神の意志によるものであり、今後は彼を通じて、神の意志が掲示されると説教した。また、彼は、ミュンスターはすでに首都的教会であり、ミュンスターを模範として、世界が成果されると述べた。そして、資産次会という都市の伝統的統治機関が廃止され、ヤンファンライデンによって指名された12人の長老たちが、市内で、指導的立場に立った。その後、市内で、 一夫多再生が導入された。市内の成人は皆結婚を義務付けられた。男性は複数の妻を持つことを推奨された。当時の市内では成人男性の数が成人女性の数より圧倒的に少なかったため、夫を持たない女性が大量にいたが、一夫多再生の導入により、彼女たちも男性の非語化に入った。この一夫多妻制の導入の後、 一夫多再生を含めた市内の制度改革を復旧するために、ミュンスターの名簿家、ハイン・リヒ・モルレン・ヘッケ、ハイン・リヒ・モレン・ハックが首謀者となった放棄が起こった。彼らは、ヤン・ファン・ライデンら指導者たちを捕獲することに成功したが、彼らを支持する住民は少なかったため、間もなく鎮圧された。8月31日には、軍による二度目の大規模な襲撃が行われたが、 この襲撃も最先霊派側の勝利に終わり、包囲軍は多大な犠牲者を出した。この時期の事件史的経緯については、以下の文献を参照のこと。包囲軍による二度目の大規模な襲撃を退けた後、ヤンファンライデンは、神から啓示を受けたと述べ、王になった。彼は、自らを、世界の不正を罰す正義の王だと自認していた。彼は十二長老制を廃止し、王の宮廷を開いた。 また、彼の王妃も、自らの宮廷を持った。また、指導層は、ただ神の救いを待つのではなく、市外の最先霊派の援助を得て、合意軍を破り、自ら配信のーを殲滅し、世界の支配権を手中に収めるという計画を、進めていた。そのため、10月13日には、市内にいる住民全員が参加した、生産式が行われ、その際に、予言者、 ヨハン・ドゥーゼン・チューア・ヨハン・ダ・サンチャーが、戦況のために説教師を周辺の4都市に派遣する要掲示を受けたため、選ばれた説教師たちは、それぞれの目的地へと向かった。しかし、彼らは各地で逮捕され、その後処刑されるなど、説教師派遣は、失敗に終わった。ミュンスター再戦令派は、さらに武器を持って、ミュンスターを救いに来るよう呼びかけるロートマンの著作。 復讐についてを各地の再戦霊派に送り、市外からの救援を待った。しかし、10月に派遣された派遣団唯一の生き残りであるハインリヒグラエスがミュンスター主教側に寝返り、ミュンスターで進められていた陰謀を主教側に漏らしたため、ベーゼルベゼルやマーストリヒトマーストリヒトなど、オランダやシタライン地方で進んでいた再戦霊派による放棄は計画段階で露見し、 1535年1月以降、各地の統治権力によって鎮圧された。また、3月末にオランダで起こった再戦礼派による修道院での立てこもりや、5月にアムステルダムで起こった再戦礼派の放棄も鎮圧され、市外からミュンスターに救援が来るというミュンスター再戦礼派たちの希望は完全に打ち砕かれた。1535年4月になると、 ニュースターの包囲が完成し、もはや市内に食料を運び込むことは不可能になった。そのため、市内で凄まじい飢餓が起こり、飢餓に耐えかねた住民が市外に逃亡し始めた。最先令派指導部は、わずかな食料配給、ダンスや音楽などの娯楽、十二対抗任命による市内の軍事、防衛体制の再編、処刑による裏切りの阻止などで、 この苦境を乗り切ろうとした。しかし、結局市内から逃亡した住民の裏切りで、6月25日の夜に包囲軍がミュンスターに侵入し、激しい攻防の末、包囲軍によるミュンスター市の占領、つまり再戦例派の敗北という結果に終わった。この時期の事件史的経緯については、以下の文献を参照のこと、ミュンスター占領後は、市内にいた男性のほとんどは殺害された。 再先霊主義から手を切る先生を行った一部の女性 E 以外は死外へ追放された。再先霊派指導者、ヤンファンナイデン、ベルントクニッパードールリンク、ベルントニファードリンク、ベルントクレヒティンク、ベルントクレクティンクの3人は拷問を伴う審問を受けた後、1536年1月22日にマルクト広場で処刑された。その遺体は3つの檻に入れられ、 この三撃を忘れないように、聖ランベルティ教会の塔に吊るされた。この三つの檻は、現在でも当時のように、教会の先頭に吊るされたままである。ミュンスターで再洗礼主義を信奉する傾向が強かったのは、男性よりも圧倒的に女性であった。自発的に成人洗礼を受けた男性が、400から500人程度であったが、自発的に成人洗礼を受けた女性は、 男性の約2倍の900から1000人であった。さらに、オランダや北西ドイツ各地からミュンスターに流入してきた最先礼派も男性が500から600人以下、女性が2000から3000人程度と圧倒的に女性に偏っていた。このことからミュンスター市内でもオランダや北西ドイツなど北西ヨーロッパ一帯でも最先礼主義を支持したのは圧倒的に女性であったことがわかる。 最先礼派がミュンスターの統治権を得た後に市内に残った元々最先礼主義を信奉していなかった住民も圧倒的に女性が多かった。そのため1534年10月の時点での男性数は約1600人、女性数は4000から5000人と市内の女性の数は男性の数の数,の数倍に及んだ。また市内には 全人口8000から9000人と比べて、極端にわずかな1000から1200人の子供しかいなかった。そのため、市内にいた再先霊派、さらには市外から流入した再先霊派の大半は家族や子供を見捨てたものか、もともと子供を持たない未婚者であったことがわかる。16世紀以来長らく、ミュンスター再先霊派運動に参加したのは、主に貧窮した。 仮想民であったとみなされてきた。しかし、1973年に出版されたカールイコール・ファインツ・キルヒホフの研究は、ミュンスター市教による財産没収リストを使って、ミュンスター最先例派の財産階層が貧困層に偏っていたわけではないことを示し、伝統的な見方を覆した。しかし、中上層と仮想男性が最先例派統治期のミュンスター市内に、 残った比率を算定した2008年の長本哲也の研究では、市内に残った仮想男性の比率は、市内に残った中上層男性の比率よりも大幅に高かったと結論付けられている。以上のように、ミュンスターの再選令主義は、男性よりも女性、女性の中でも子供を持つ、既婚女性よりも子供を持たない、未婚女性、男性の中でも、 中上層男性よりも仮層男性によってより強く持たされていた。ただし、ミュンスター再戦礼派の指導的地位は、再戦礼派統治が始まる前と同じように、主に名簿形によって占められていた。また、ミュンスター再戦礼派の指導部には、市外から流入してきた再戦礼派も参加しており、ミュンスターの地元再戦礼派と市外から来た再戦礼派が、 共同で統治を行う体制ができていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。